皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。今日はバニタスのカルテの庭でございます。はい、ヴァンパイアの病院、なんだろう、ヴァンパイアの医師の話が続きます。ではでは入っていきたいと思ってるんですけど、なんかこの人、ダブルクリックした。なんかこの人もしかしたら釘作ってんのかな。これヴァンパイアの心臓を刺すためのやつなんですか。うん、ある日突然おかしくなったり暴れ出したりするヴァンピールのことをそう呼ぶんだって。おじい様に教えてもらった。そいつら刺さないとあかんもんな。誰の決まってる蒼月の吸血鬼だったよ。もう血出てるねんけど、あんた大丈夫？あんたらヴァンパイアなの？なんか変にエロいんだけど。超赤い月になってるね。具体的にそれどういう意味なんですかね。ちょっとなんかいろいろ。From the moon, there's like water coming out, like teardrops kind of thing. ちょっとなんか熟してて、なんだろうな、なんかリンゴを洗って、こうやってリンゴを持って、その雫が落ちていくみたいな、そのような描写だったんだけど、青かってんな。なんでその青月には雫が落ちていくんだろうか。いつも思うんだけどさ、こういうアニメ服装って超やべえことになってるよね。これどうやってやるの、ピッて。絶対にリアルライフでやろうと思ったら、なんだろうな、スターチとか入れないといけないのかな、ピンと刺すために。マントを着てさ、こうやってパッやろうと思えばこんな簡単にはいきませんよね。あとその服って結構軍服じゃねえの、違うか、普通のトレンチコート。おい、ドア閉めようや。でも猫は可愛い。バニタス、バニタス、なんだ、約10時間前、エグランティーヌの毒を食らい無茶したお前は道端でぶっ倒れ、そしてそのままここで半日近く爆睡した。OK。というわけだ。理解したか？わかりません。それでなんで俺たちを牢獄に入ってるかって。侵入したあんたはともかく、どうしてあなた、私は関係ないでしょうと。俺まで捕まってるんですか？俺がお前も共犯だと言ってやったからだよ。なんでだよ。それはない。え？なんでやねん。おい、やばいじゃん。あの本が欲しかったのか。違います、俺はただバニタスの書の正体を見極めろと先生から頼まれただけで。見極めろとは随分曖昧な言い方をするんだ。ねえ、見極めるってどういうことなんでしょうか。そうだ、本を奪いでも処分しろでもない。見極めるだけでいいのか。それ考えなかったんか、あんた。お前の目的がバニタスの書にあるなら、俺と一緒に行動するべきだろう。Why？ 片方に俺への協力を拒む。俺？本当ですね。え？おい。合点承知したか？わかりましたよ、バニタス。おい。それが原因か。どうしましょう。先生のためにはあんたと一緒に行くべきなんでしょうか。嫌な相手の言うことを素直に聞くというのは精神衛生上良くないというか。
そうなんですよね。わかるわ。ちょっと嫌なんだよね、こいつ。どうもできひんねんな。釈放された。なぜ？本は取れたか？よくあることなんでしょうか。いいんだ、何をしても。わお、ベルサイユみたいな花がたくさん飛んでおる。でもおそらく本当のパリはめちゃくちゃ臭いと思うで。こういう時のロンドンとかパリとかはマジでえぐいほど汚かったらしいからな。お、ピエロ君今ピエロ君見てるんだから、ちょっとゆっくりさせてくださいよ。何をそんなに疲れているんですよ、バニタス。誰かさんが目を離すとすぐにいなくなるもんで。そりゃパリで観光客やっておりますわ。ガレリーバレンティーン。ここにその伯爵が。そうだ。過去の戦争の後、ヴァンピールたちは人を襲うことを禁じられ、そのほとんどが戦争に負けたのかな。あの伯爵もそのものなのだろうか。ああ、それが伯爵か。なるほど。おお、危ない。動きませんよ。てかあんた手もう頭もうやばいことになってるか。お猫にゃん。おい、え、あの本はどうすんの。アメリア・ルースの身柄。アメリアさんは無事なん。呪い持ちを生かしておくわけにはいかん。殺すんかい。でも呪いは。待ってください、伯爵。アメリアさんはもう治ったはずです。それはこの本を使ってかね。そうです。俺は彼がバリタスの書の力でアメリアさんを元に戻すのを見ました。ですから。君はその男の戯言を真に受けているのか。でもまあ見てるもんな。君のワールド実在しない。こんなものはただのガラクタだ。笑っとるよ。それが本当の理由なんでしょうね。どうしたの、ノエ君。なんかパラライズされてんな。どうした？なるほどな。元に戻ることなどありえん。これだから過去の因習に縛られ思考の停止
ノーエが自分にもそういう友達がいたんだね。仕方なく。ほう、怒った。怒りましたね。こうしましょう。早っ。今パリを騒がせている吸血鬼事件。あれも呪い持ちが起こしたものなんでしょう。ならそのノエ強そうやな。俺たちが捕らえてここに連れてきます。そしてあなたの目の前でバニタスに本の力を使わせます。ご自分の目でバニタスの書がいかなるものなのかご覧になればいい。これで彼のバックストーリーはちょっとわかったね。1日だけ待ってる。おい、時間ないやん。ありがとうございます。さっさと行きますよ。ついに俺を手伝う気になったんだな。お前のことまだ嫌いだけどな。手伝うんじゃない。あんたが俺を手伝うんですよ。おお、どっちが上下なのかを争うんですね。まあ、どっちでもいいやって。あのようなことが二度とないようにと。今度こそ絶対に助ける。ナイス。ノエ、おいちょっと待て。ノエ、お前自分がどこに向かえばいいのか分かって知ってるわけないじゃないですか。わかりません。お、お困りみてえだな、バニタス。こういうやつやないか。このダンティとやらはヴァンパイアだろうか。これ炭治郎の声優だよね、バニタス。これ飛んでるの何なん。それはいいんだけどさ。この兄ちゃん、違います。違うんだ。でもね、情報いるじゃん。あのヴァンパイア死に、あー、喉から手が出る。これほんまに、いや、もうすっごい気になる。後で絶対に調べないといけないわ。声優は一緒なのか。そうだ、9人殺しの後を追ってる俺の仲間のとこまであんたらを案内する。お、来た。飛べる飛べる。太陽とか、あ、あら、あら、あれ、こいつも情報や。まあその可能性はいつだってあります。この仕事には危険がつきものだ。バラバラパッポッパッポッ。あ、10人なんだ。9じゃないのかよ。アメリアルースからの手紙を受け取る直前まで俺は奴を追っていたんだな。情報はすでに入手済みだ。じゃあアメリアさんが言っていた医者ってあんたのことですか。結構有名なのだろうか。お、急ごう。あれじゃないか。わお、わお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 、腕でっか。腕オフトさ。投げるんかい。死ぬよね。やっとんな。魔法使っております。しかしあの
伯爵の前にこいつを連れていかないとあかんやろ。一瞬やな。連れて行こう。来たか、ブール、ブロー。どっちがブロ、ボロ。バニタス殿、ぶしつけながらあなたにお願いがあってまいりました。あ、はい。どうか僕にその本をバニタスの賞を渡してはいただけないでしょうか。目的は何だい。おい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 、めちゃ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 、そりゃ敵を買おうやろ。言い方、それが先でしょ。解析機関、元凶なんやこれ。じゃあいいわ。この本もいる。それじゃあもう同時にやりましょうか。ああ危ない、襲ってきたお姉さんが。それに何が入ってんの。ほう、いや帽子は取ったのはいいんだけど、帽子取ったのはいいんだけどさ、あのん、どっちが先。だから渡してもあんま意味ないから。でも一緒に行かしてくれないんでしょ。やっつけてって。なんかやばいのが出てくるぞ。なんすかこれ。これやばいやつか。超危ないんだよね。カルペディエムかよ。怖っ。ジャンダルク的な感じか。まあ逃げよう。うう。うう。でもノエはなかなかと強く。でもダメか。危ない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 。おい、え、飛ばした。それをまんまと正面から受けるつもりでいるのか。
ノエって…なるほどな。とはいえ逃げ切れたみたいですね。正面から受けるのかと思ってたら普通に逃げるんだ。都会のヴァンピールは人の話を聞かなすぎじゃないでしょうね。ヴァンピールは蒼月の吸血鬼の存在を恐怖と…みんな超怪症だよ。元凶は合ってるっていうこと？マガツナ。つまりは使い方の違い。まあ毒みたいなもんだよね。毒を使って治すか、毒を使って殺すか。全く別の問題です。バニタスの書が本当にヴァンピールを滅ぼすために作られたのかとしても、あんたがアメリアさんを救ったのは紛れもない事実。俺にとってあの光景は圧倒的に正しいものでした。いいぞ。いいんだけど、お前らが持ってたあの男いるじゃん。帰りたいんです。さっきの男いるじゃないか。伯爵オールなんたらかん。ところに行かないと。意外なリアクションだからかな。うまくいくかは分かんが、まあ早く帰るためなら仕方がないな。はい。一つだけ見つけた。豪華な魔女に勝つ方法。見つけたってどういうこと？考えついた？豪華な魔女。ここまでが2話か。でもさっきのさ、ジャンヌって女の人、あれも多分主題キャラクターにも一人になるんじゃないか。大きなキャラクターになると思うよ。こんな2話とか3話で転ぶような相手ではないと思うよ。だから仲間になってくれるのか。もう今回のアニメではなんか助ける術は持っているけど、力の問題ではなくコミュニケーションの問題により邪魔されているっていうことがメインなのかな。手段はある。手段をどのふうに、実行すること許されるのか。それが障害物だというアニメなんやな。あとさ、あのトマスっていう12人の吸血鬼を倒してるヴァンピール、あれなんか向こう側から帰ってきて人間を食ってるって言ったやんか。向こう側で名前が歪んでこっち側に来たってこと？なんか向こう側でも危ないやんな。で、あの若い頃ノエがいたところ、あれってあの向こう側なのだろうか。なんだろうな。まあまだ情報量はこの程度しかないっていうことで、もう少し情報が出てこないとわからないんですね。皆様ご視聴ありがとうございました。ぜひコメントの方でどう思ったのかを教えてください。また next time, goodbye. おおきに。